佐藤先生から聞いてたんですよ、3冊の手帳があるって。佐藤先生はやっぱり知ってるの、親しく西条八十が3冊の手帳を持ってたはず。だから本当は借りて出したいんだけど、先輩の西条さんが出してくれるのをずっと待ってるんだって言って亡くなっちゃったんですよ。だから僕はそれは継がなきゃいけないと思って、やっぱり八十には手紙出せないので、八十のお嬢さんに手紙を差し上げたの、三瀬さんのがあるはずなんですけど、ただ返事くれなかった。ないやね、うん、だからもう亡くなってるんだ手帳は、もう思いますよね、うん。僕初めて電話した時に、金子みすゞさんのことを知りたいって来たら、みすゞは私の姉です、姉の名前聞くのは何十年ぶりだ、すごく嬉しいって声を聞くと、あなたは若い人のようだけど、僕35ぐらいだったのね、ようだけど、そんな若い人が知っててくれて嬉しい、ぜひ会いましょうで電話を切って、2、3日後にすぐ電話くださって、書いたものが見つかりました、スッと出してくれた時に、本当にびっくりしましたね。え、これはあの西条さんが持ってた3冊の手帳ですかって聞いたら、あ、違うんです、姉は 2組作って、西本を西条先生に、副本を、いわゆる原本とともに副本を私に渡した。出されたので、こうじっと見てると、手に取っていいですよ、え、いいのかな、こう手に取ると、まあ僕の手ぐらいなんですよね、大きさは、でこう開くとポロポロっと壊れちゃうんですよ。やばいやばいやばい、うん、あの模造画なので、で壊れちゃうので慌ててこう、して置いて、手に残ったのだけもらってこうと思って、ハンカチにポロポロハンカチくずをくずをくずを、はいはいはい、でもそれがその後どこ行っちゃったのか分かんないです。でもその時はもうそれ苦労みたいな話じゃないですか、思わなかった。それで、あ、一応じゃあ見つけて用意しておいていただけたんですね。そうです、サンさんの手帳と写真とこうパッと出してくれたのが、あの20歳の写真、一番いい写真、あ、綺麗だなと思って、綺麗でよかったなと思いました。そうですよね、ずっとイメージありますもんね、男って嫌なもんで綺麗でよかったと思っちゃうんだよね。思っちゃいます、わかります。いや、その綺麗さはあの作品を描く人の綺麗さなんだ、うん、イコールだったんですね。そう、これはもうこの人しかないっていう象徴だったの、 100% だったんですね、作品と本人が。よく16年もって言うんですけど、僕16年しかなんですよ。つまり僕の前にたくさんの人が探してるの。
だから僕一番いい最後のバトンを持ってゴールしただけなので、だからそれだけの力を持ってるんですよ、ミセさんは。青いお空の底深く